だいたい六十秒で中国の話題。分かった気になっちゃいな。北京東京オリンピックの施設紹介。八回目円形エリアの国家アルペンスキーセンターです。円形エリア北西部の紹介だ山岳地帯に位置し、七つのコースで構成されています。この紹介だ山岳は気温の低さと険しい地形で有名です。最大垂直落下距離はなんと九百メートル。この高さから滑り降りるって想像できないな。うーん、きっとドバイのブルジュハリファから飛び降りる感じだよ。 や,やめて想像させないで敷地面積は432.4ヘクタールセンター内の移動は全長10.3キロのロープウェイで座席にはヒーター GPS ラジオもありますアルペンスキーは1936年の第4回大会から採用された定番競技オりパラともに滑降回転大回転スーパー大回転複合の5種目があります男女混合の国別対抗戦もそのうち滑降とスーパー大回転は高速系回転と大回転は技術系と呼ばれています 中国では今年コウ・ハン・エ選手が最終順位15位で中国アルペン市場の歴史的快挙を成し遂げましたうんうんその舞台となった国家アルペンスキーセンターは大会後は国際大会や選手のトレーニングに使用されますとその前にまもなく始まるパラリンピックでもご注目くださいね今日はここまで最終